記者として、他人の人生に、ましてや、その人の命の決定に口を挟む資格はない。そのことを重々理解しつつも、私は、あなたは死が差し迫っているわけではないし、まだ生きられると思うんですと問いかけた。迎え田さんの中に生きる選択肢がわずかにでも残されていないかを確認したかったからである。誰かに頼って生きるなんて嫌なのよ。澄んだ瞳で そう話す迎え田さんに、私は返す言葉を持ち合わせていなかった。なぜなら、私はこれまでの取材を通して彼女が生きてきた過酷な人生と、それでもたった一人で自身の人生を切り開いてきた、誇りを知っていたからだ。ほどなく、医師から処方された致死薬が入った点滴のバルブを自ら開けて、迎え田さんは永遠の眠りについた。2022年1月。 当時、ロンドン特派員として安楽死の取材を続けていた私のもとに、日本にいた向田さんから突然、メールが届いた。進行性の難病パーキンソン病を患っているという向田さんは、スイスで安楽死する決意を固めていた。日本では認められていない安楽死の法制化を望み、お伝えしたくて声を上げましたと自身の取材を通して、そのことを考えてもらうきっかけにしてほしいと考えていたのである。 メールには、私は神経難病で、時には激しい体の痛みを伴う不快な進行と薬漬けで少しの緩和でありながら、週21時間の障害者雇用を生活のため、何とか今はやりこなしていますと記されていた。それ以降、イギリスと日本の間で、数十通にわたるメール、時にはズームで連絡を取り合った。そして22年夏、安楽死の許可がおり、 12月にスイスで安楽死する予定が調整された安楽死を思い留まることはできないのだろうか22年11月私はロンドンから東京に向かった